赤ちゃんにとって最良の栄養は母乳です。母乳が足りない場合は粉ミルクを用意しましょう。まず調乳前にはよく手を洗いましょう。次に必要な器具を揃えます。器具は消毒して誰でもすぐ作れるようにひとまとめにしておきましょう。消毒の方法には煮沸消毒、電子レンジ消毒、薬液消毒があります。今回は煮沸消毒についてご説明します。お鍋に器具が隠れるくらいの水を入れて沸騰させます。沸騰後は3分程度の煮沸を行います。電子レンジ消毒、薬液消毒の場合は専用の器具の説明書を確認してください。ではミルク作りを始めましょう。はじめに消毒した哺乳瓶に必要量のミルクをすり切って入れます。商品についている専用のスプーンを使ってください。続いてミルクを溶かします。煮沸後少し冷ました70度以上のお湯を哺乳瓶に注ぎます。出来上がり量の約3分の2程度が目安です。乳首をつけ哺乳瓶をよく振ってミルクを溶かしましょう。ミルクが溶けたら出来上がり量の目盛りまでお湯または湯冷ましを加えます。出来上がり量は泡の下が目安です。湯冷ましの代わりに森永優しい赤ちゃんの水もお使いいただけます。さらに軽く振って混ぜ合わせましょう。ミルクを冷まします。哺乳瓶を流水に当てるか冷水の入った容器に入れて軽く振り冷まします。ミルクを腕の内側に落としてやや熱く感じるくらいの温度が適当です。赤ちゃんの火傷を防ぐために必ず温度を確かめてから飲ませてあげてください。いよいよミルクを飲ませます。赤ちゃんをしっかり抱いて乳首を十分含ませます。空気を飲み込まないように乳首の中をミルクで満たして飲ませてあげてください。ミルクを飲み終わったら背中を下から上に軽くさすって空気を吐かせます。以上がミルクの作り方と飲ませ方です。最後にミルクの保存方法をご紹介します。直射日光を避け室温で保存してください。開封後は湿気、虫、ホコリや髪の毛などが入らないように蓋をきちんと閉めて乾燥した涼しい清潔な場所に保管し1ヶ月以内にご使用ください。湿気の原因となりますので冷蔵庫には入れないでください。専用スプーンを使用した後は洗って乾かし缶や専用ケースに入れずに衛生的に保管してください。森永乳業のミルクは缶、エコラクパック、スティックタイプの3タイプからお選びいただけます。赤ちゃんのために森永いい赤ちゃんや森永育みを正しく飲ませてあげましょう。